どうもジャッキーケンジです。本日なんですけども、アメリカに来てまして、ウッドベリーコモンアウトレットに来てます。ここ来るの何年ぶりだろう。動画でも結構これバズった企画なんですよ。2、3年ぶりですかね。なんか昔はオフホワイトのアウトレットがあるみたいな、今だと御殿場とかにもあったりとかするんですけど、当時は珍しかったんですよ。もうここの印象シェイクシャックっすね、僕の中では。ケビンさん、ここのアウトレットは結構良かったんですか、昔は。そうですね、良かったですね。でも今はあんまりいいものが落ちてないっていう、ちょっと複雑なんですけども、でもやっぱ日本とやっぱアウトレットの中身全然違うと思うんで、だから今はもうパッとね、ポールスミスがありますね。ポールスミスは言うて日本でもあるんで、まあなんか珍しいところでいったら何かあるんですか。グッチもさっき気づいてましたね。ディオールとかね。ディオール、グッチ、まあディオール結構少ない気がしますね。あんま日本では聞かないですね。ああ、アメリカンイーグルあります。アメリカンイーグル、アメリカンイーグル日本撤退しましたからね。でアメリカンイーグルのジーパン結構好きなんですよ。7000円で結構持つし、サイズもやっぱアメリカンサイズでタイトすぎずに結構はげたんで良かったんですけど、潰れましたね。ファイナルセールアウトレットで1900円ぐらいです。7000円の買いました。そんな感じでね、行ってみたいなと思います。オフホワイトが普通にありますね。これちょっとテンション上がりますね。見ましょうか。バレンシアガもある。バレンシアガいいっすね。はい、というわけでアウトレット、これ女性ですね。女性オフホワイトや、なんかオフホワイトの T シャツ、パーカー、これとか結構いいですけどね。値段いくらだ。さあ、せーの、ドーン。30。何ですか。はい、撮影ダメって言われたんでちょっとショッピングしたんですけど、ナイキとのコラボがありましたね。しかも超安くて195ドルっすね。うわ、激アツっすね。安い。はい、いきなりオフホワイト当たり引きましたね。これ大当たりじゃないですか、ジョーダンのやつ。だって高いですからね。てか390ドルぐらいのものが190なんちゃうみたいな。いや安い、これは激アツっす。というわけでナイキアウトレット見ていきたいなと思います。いや全然なんかいいのなさそうですけども、まあエアーマックスが94ドル。これはエアーフォースじゃないな、なんかちょっとしたなんか、いや、まあ、安いっちゃ安い、39ドル。これまあ安いっちゃ安いですね。レイカーズカラーのなんかコートビジョンの NBA コラボですね。NBA コラボがこれいくらだろう。ディテールが70ドルなんで、まあ安いでしょう。多分安いと思いますけど。エアフライト89。これ89ドルで売ってますね。89だから89ドルで売ってるのかな。ウッドベリーで言うてもな、全然いいのないっすね。サンダルは19ドル。こんないいもんがあるの？なんか地味にエアマックスとかなんか人気っぽそうですけど。うん、そんなにみんな爆買いしてるんですけど、そんな買うほどなのかなと思いますけどね。物量はマジで多いな。すっげえ物量、数だけは本当に負けないっすよね。セッグなので、まあ、一応エアージョーダン3がまあ置いてありますね。アークテリクス431ドル、高いっすよね。でも青はテイク 30% オフなんで、ここから 30% オフ。あ、ここから 30% オフなんですか。結構安いっすよね。それだったら300ドルぐらい買える。ここら辺いいっすけどね。これってゴアテックスだから、いやでもこれ走り用じゃないっすよね。山登り用ですか。山登り用っすよね、完全に。雨用の、これで走ったらもうきついっすよね、結構。これ走るもんなのかな。走ってもいいと。これも 30% オフですもんね。だから350ドルぐらいですね。青かっこいいですね。200ドルぐらいになんないかな。なんないですね。なんないですね。全然なんないですね。アークテリクスは僕が学生だった時はリュックが流行ったんですよね。まあでもこのリュックじゃね、ちょっとねっていう。テンバイヤー向けの。そう。でも70ドルなんで。でもこれなんかナイキでね、コラボするらしいですよね。そうなんですか。いいけどな。このリュックの黒があったら欲しかったんですけどね。133なんで結構安めですよね。これ結構いいっすね。これの黒欲しい。これの黒が欲しい。
126ドル。あ、これいいっすね。ちょっと高いのこれは。ちょっとリッチピーポーっすね。白がついているからさらに割引。これいいっすね。僕の今のスプリームバッグよりいいかもしれない。こうやってカチャッと開けてこの中入れるやつですよね。これいいな、普通にいいな。279ドルが195ドルだったら安いっすね。70ドルオフみたいなとこある、ね、あそこにも黒いのね。これはどうですか。高い。これはちょっとオレンジタグいらないっすね。オフホワイトですね。これいらないっすね。犬の首輪みたいな、これいらないっす。ここら辺でもおしゃれ結構、これいいっすね。エリテージカラーですね。いやちょっと貧困なんで買えないですね。はい、というわけでニューバランスに来ているんですけど、これはダメなんですか。これはあんまりレアじゃない。あ、いいっす、これはいいっす。結構レア、うん、まあまあですけど、もう在庫が1個しかないですね。あーすごい。あ、まあ、グレー入ってますよ。グレーの新箱が入ってるんで新鮮なやつ。新鮮な、息がいいやつ。息がいいやつ。これアウトレットになってるんですか。これ、これはそうですね、今5ドルだけ安いんじゃないですか、ね、5ドルアウトレット、アウトレットで5ドル5ドルだけ安いです。アウトレットなんですかこれ、うん、あんま買わなくないですか。いや一緒ですよ、これは押してあるだけです、ね、全然いいっす、いいっす。だからこれ日本だといくらなんですか。これは3万800円ですね。あー、それそれ聞くといいですね、うん、185ドルって聞くと微妙だけど、3万いくらがこの価格で売ってるっていうんだったら、まあそうですね、いいかもしれないですね。まあ確かにこれ欠品してるんでこいつは。はい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 。最近超プレネにあげられた救急さんですね、これは。これダメなんですか。いや、いいんですけど、これはウィメンズです。あー、ウィメンズなんだ、うん、でもサイズは男っていうか誰ですか、こんなバカでかい。27センチとか。あ、でもそれ気にしない人だったらこれいいっすね、全然。へえ、それだったらいいっすね。これはお子様向け救急さん、これだけ本当に安いっすね。安いですね。これだったらお子さん用に買うんだったらね、2つ買えばもう100ドル以内に済むという。紙靴っていうメンズでこれをこの価格で置いたらどうします。いや、もう発狂、発狂しかない。というわけですね、行ってまいりましたけども、まあオフホワイトぐらいですかね、うん、いいものがあったの。なんかナイキとかは、まあ、特にいいものがなくて、ノースフェイスとかもまあいろいろ言ったけど、まあ、そんなにいいものがないなって感じですね。アークティリックスとか本当に欲しかったら、なんか日本で買うよりもお得かなっていう種類結構ありましたもんね。確かに。なんかノースフェイスはまあ大したことなかったですね。ニューバランスもなんか子供だったらいいよねみたいな感じでしたね。まあナイキもナイキは終わってた。オフホワイトが今回光ったっていう感じですね。カイパーも買えたし、ただね、やっぱ高い。ちょっとね、まあ定価で買うかって、定価で買うんだったらまあ全然ありかなと思ったけど、まあやっぱりアウトレットでね、オフホワイトが買えるっていうのもなんか時代なのかなっていう感じでしたんで、まあ、ぜひね、ウッドベリーコモンアウトレットに行ってみてくださいという感じで今回の動画を終えたいなと思います。この動画がいいなと思って、参考になったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。頑張って終わります。じゃあね、バイバイ。